こんにちは、さながです。今日はね、珍しくコラボということで、ポヘチャンネルのポヘさんとね、対戦の方やっていきたいと思います。まあ、なかなかね、対戦動画も普段出さないし、コラボもしないんですけど、今回はね、ポヘさんがね、実況者100人とバトルをするという100人組手というものをやっておりまして、これすごいよな。対戦するのも大変だしさ、何より編集がもう恐ろしく大変だよな、ということで頑張ってほしいんでございますけれどもね。この動画上がってる頃にはね、ポヘチャンネルさんの方で動画上がってると思うので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただければと思います。ということで早速対戦の方に参りましょう。やっていきましょう。ポヘチャンネルさん、よろしくお願いします。マッシブーンサンダーにバスラオ、最近進化が発表されたバスラオ、カミトゥルギー、カバー、カイリュウか。マッシブーン、マッシブーンって何、虫格闘だっけ。カミツルギには絶対エースバン出したいね。ただ、エースバンを嫌って出てこない可能性もあるが、サンダーいるからライコーも出したい。ライコー何がきつい、カバーがきついか。マンムーも出したいね。うわ、やべえ、わからん。わからん。ミミッキュー、ライコーエースバンでいこう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、怖えー。こういうコラボ俺初めてだから緊張するわ。ポヘさん、お願いします。おしゃれだね、白と赤でモンスターボールみたいな色してるね。さあ、バスラを、うわ、これはライコーから行けばよかったな。何してくんだバスラをって。命がけとかか。命がけミミッキュに効かないでしょこれ。普通に剣の前していい。何が来ると嫌だ。神剣嫌だな。わからん。わからん。ナイスさん、普通にジャレスクでいいか、これ。うわ、時間ねー。時間ねー。とりあえず、無難にジャレスク。どうだ。アクアブレイク、あ、突っ張ってくるんだ。バスラオ、早ない。まあ、僕、アッキ持ちなんで。あ、型破り？型破りか、バスラオって。まあ、いや、アクアブレイクはそんな、次も入らんので、これはじゃあ、じゃれつくでいいか。はい。引っ込める。ハミトゥルギかな。カバか。ライコ選ばんければよかったね。ただ、うちのライコをネットを覚えてますからね。身側、あ、でもな、カバにはきついか。これ待っていいか、待おっか一回。何してくんだろう。吹き飛ばしとかされるかもな。ただじゃれつくを打つだけの機械とかしてるんだが、いや、これはいいわ、じゃれつく。なんかいい感じじゃない。じゃれつくしかしてないけど。お盆か。ああ、吹き飛ばしたね。よかった。オッケー。剣の前しなくてよかった。ライコーはやめて。オッケー。エースバン。神剣いないかな。どうだろう。つかさ、吹き飛ばしてさ、大魔に効かんよな。あくび嫌だね。あ、でも俺のエースバンラム持ちなんで、これはね、申し訳ないけど、どうしようかな。ダイジェットからがいい。地震とかされたくないよな。エッジがあるか。火球でいいか、普通に。火球でいこう。あくびでも何でもしてきなさい。もう一匹海竜だとやばいか。あ、ミミック、皮残ってるしな。で、バスラオはまあ、雷光でいけるやん。これ、耐えるかな。落ちるか。耐えるか。硬いね。HB ですか、わからん。オッケー、あくび。いいよ。おやおやおや、これはいけるんじゃないか。これはもうダイジェットでいいか。ダイジェット。ラム持ちエースバーンって何割ぐらいなの。俺はこういう時にさ、まさに俺もこういう時のためにラム持たしてるから。さあ、厄介なカバーを倒して、さあ眠ってしまいますが、こういう時のためのラムの実。おはようございます。砂がうざいな、ちょっとな。
ガスラオ。悪ジェとか持ってるかな。まあ、でも俺飛行タイプだからね、今ね。これは、大ジェットでいいよな。これはもらったんじゃない？まあでも、相手最後の一匹にダイマ全部使ってって感じだな。うわ、でも俺ライコーが腐ってるかな、相手によっては。どうなんだろう。サンダーかな。これでマッシブーン。あー、かっこいい。赤と緑で正反対の色使って赤と緑合わせたら黒になるから、これはもらったんじゃないか、飛び跳ねるで。あ、でも大ウォールちゃんとされるかもね。まあでも大ウォールされてもいいか。はい、マッシブーンって何してくんの。ビルドアップとか雷パンチ。大ウォールされても次飛んで、まあ合わせられたところで攻撃食らうのが俺の方が早いからな。これはラムが効いてるね。もし勝ったらラムの実による勝利と言っていいんじゃないか、これは。ここで大魔か。大ウォールかな。まあでも大魔シェイカ耐えるわな。おおこう、うん、良すぎんか。はい、いい案件なんだが、これはまあ大魔ターン枯らしたいから、まあ飛び跳ねていくか。うん、良すぎ、ワロタ。ライコ出さんでええやん、これな。俺が逆の立場だったらコントローラーぶん投げてモニターぶっ壊してるわ。マッシブの色違いかっこいいね。赤と黒でも全然かっこいいけど、俺も粘ろっかな。サンムーンとかで。よっしゃー、対戦ありがとうございました。エースバーンが効いてたな。おたけびがすげえ、断末魔が。よっしゃー。楽しいね、ポケモン久々にやったけど、ありがとうございました、ポヘさん。受け取ろう。ということで皆様、私のチャンネルだけでなくポヘさんのチャンネルもぜひよろしくお願いいたします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。普段からね、面白い動画や配信などやっていますので、ぜひね、この動画良ければ評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、また次の動画や配信でお会いいたしましょう。お相手は砂川でございました。ありがとうございました。それではさよなら。